カムオンコウは1829年にクボタ藩クボタ町で発祥した有志らの寄付による微行組織であり多くの休民や孤児を救った慈善団体。日本における NPO 活動の先駆け的存在にあたる。クボタ藩の御用達商人であったナバ家は代々ナバサブローエモンを襲名し、天保以前の日立国の時代から佐竹家とは縁が深い商家であった。 この九代目、ナバサブローエモンである、ナバユウセイは、1819年に、藩の絹方支配人に登用され、さらに、ナバ家でも絹織業を起こし低迷していた家業を、建て直し財を築くことに成功する。この頃度重なる協作と領民の飢餓に悩んでいた、藩主、佐竹義哉は、貧民救済とその資金運用を民間に、委託することができないかと考え、 1827年にその計画を郵政に要請した。これを受けて郵政はサブローエモンは幼い頃困窮にあったため生涯を休眠のために尽くしたいと伝え自ら10年で400両の献金をすることを宣言した。さらに後日にはこの400両を一括で献金し、この金で農地を購入しそこから得られた収入を休眠救済をしながら基金や 災害の年に備えて貯蓄をするという運用計画を提出した。さらに町人たちに働きかけて191名の加入者による金2000両銀10貫目を集め、これを財政基盤とした。藩は献金から230国の地業地を購入、1829年に公名を関音港と名付け、花散る里の紋章を歌詞し、関音港の運営が始まった。 1830年には備蓄米を保存する蔵の建築を本町で開始するが、その際にも町民たちは献金や資材などを寄付し、あるいは進んで労力奉仕をした。また藩も土地や資材を提供し、これによって翌年に当初の予算の半分で二棟の蔵が完成させることができ、もみ米の貯蔵が始まった。この時、 関温校を藩に寄付しようとする動きもあったが、町奉行、江間軍兵の上下の関係なく、陽動の立場で、町民相互が助け合い、守り合っていく形にという助言があり、町民による財産管理と運営が改めて決められた。この直後の1833年、天保の大飢饉が起こり、東北地方では飢餓が蔓延した。発足間もない関音校では、優勢たちが、 半からの支援も受けながら、さらなる資材を投じて、救済活動にあたり、2年間で延べ43万人に、対して、狭い押し多くの人命を救い、医療や薬代、葬式代を与えた。休日対象地区では、合社は例人と記録されている。また、同時期薬病によって、多くの孤児が発生したため、関音校は孤児を保護して、里親を探し給付金を与えるなどの活動も行った。 藩は、関音校の功績を称え、今後も活動に励むようにと関音校の事業地を、不愛なしとすることを決めた。1837年、郵政は最後まで、休眠活動に努め関音校が、寮内に広まることを願いながら66歳で、没する。名場家の事業と関音校は、この優勝に引き継がれた。1830年に、土崎で、 土崎観音校が発足したのを皮切りに、この活動は藩内の各地に広まり、各地で町人や豪農が寄付金を出し合い、明治期までに秋田県内の観音校の数は19カ所にも増えていった。各観音校はその土地の地名をつけた名前になり、郵政が作り出した観音校は秋田観音校とも呼ばれる。1873年の地祖改正では、 関音校の事業地は、藩の財産とみなされ没収されてしまう。しかし新政府に事業について訴えることで、数年後には、明治政府から資金を得て新たな電磁を購入して、救済事業が無事継続された。秋田関音校が救済した人員は、1909年の時点で403万人を超える。関音校は明治から大正にかけて、 皇族や役人などが視察に訪れるなど国にも高く評価され。また、明治時代に帝国法律顧問だったボアソナードがその活動を称賛するなど国際的にも画期的な組織として評価を受けた。非営利組織研究者であるジョンズ・ホップキンス大学のレスター・サラモンは日本最古の近代的な非営利組織として観音校を挙げている。明治以降の観音校は 時代の変化に伴い各地で一般財団法人や社会福祉法人として児童保育園を設立し児童福祉活動を展開するなどした。秋田市出身の体操選手にして金メダリストの遠藤幸男は母親を亡くした後秋田菅温校の施設で支援を受けたことから感謝の気持ちを忘れず晩年まで菅温校への寄付を続けた。菅温校の農地は 昭和の農地改革によって失われ、もみ貯蔵倉庫も多くは取り壊されたが、そのうち3棟を、地元秋田市大町の酒蔵である、新生酒造が購入し、新生酒造旧館温厚西もみ蔵、新生酒造旧館温厚東もみ蔵及び、米蔵として、国の登録有形文化財になっている。また隣接する土地は、館音庫外科公園という名の公園になり、現時効、 花散里をモチーフにした観音孔発祥の地碑が建てられている。これは初代藩主であった佐竹義信が行動を好んだことから佐竹家の別門として花散里を使用していたものを観音孔設立の際に歌詞したことに由来する。この他にも県内各地に広がった観音孔の活動の記念碑などが残されている。ありがとうございます。